わかるみんな。なんだ、ひねおさんにロッカー変えたのって言われたんだよ。だから、撮ろうかなと思って。動画撮ろうかなと思って、ロッカー近くまで来たんですよ。なんか、すぐわかった。これじゃね？ひねおの日。すぐわかった。ちょっと待って、まずは俺のロッカー今どんな感じ？あー、いいじゃん。俺のロッカーいいですね。ただ、ひねおさんどんなロッカーなのか、新しくしたロッカー見ていきたいと思います。オープン。なにこれ？なにこれ？これなんだ？ひねおさんが傘さして、なんかお祭りでも行った。上の鳥居すごいことになってるよ。なにこれ？最初ちょっとごちゃごちゃしてんのかなって思ったけどさ。いや、これなんかストーリー性を感じるわ。上の、スルメがどうなっちゃってんのあれ。神様なのかな？どうしたこれ。新しいね。いいねしとく？アイカスボタン押しときました。いや、待って、通報でもいいな。これ何なんだろうな。暴力的な内容ちょっと入ってない？これ。まあ、通報はさすがにしないでおくけど、上のどういうことか説明していただきたい。もうなんかこの見た目から、てかすごいね、火の上にあるやつ、これなんだ？ひねおさん自分を作ったのかな？これ、ひねおっぽい顔してない？これひねおさんだよね。自分の似顔絵つけちゃったタイプか。